退院した？ええ、ヨハン・リーベルトさんなら今朝。そうですか。突然倒れたって聞いたけど、大したことなかったのかな。あら、あなたよく図書館に来る。あなたは大学の図書館の司書の。そう、彼退院したの。よかった。あの時はどうなるかと思った。あなたの目の前で倒れたの？ええ、彼本を探していたの。それで私も一緒に探していて。それで突然？そうなの。叫び声を上げて。叫び声？絵本手に取ってね、こうページをめくっていたら。絵本？もうしばらく休んでた方がいいんじゃないか。もっとも脳にも脳波にも異常はないし、全くの健康体。医者が言うには貧血か過労が原因だろうってさ。さもなければよほどのショックを受けたんだろうなんてあの医者言うんだ。ところで知らなかったよ、頭に大手術の跡があるんだって。とにかく今は仕事も勉強も休んでゆっくりした方がいい。ああ、そうそう。君が入院している間に手紙が届いてたんだ。手紙？差出人の名前が書いてないんだ。ま、手紙爆弾じゃないと思うよ。なんだい？何がおかしいんだ？一体誰からだい？赤いヒンデンブルグからさ。は？ずいぶん小綺麗なのが迷い込んできたもんね。迷子ちゃんかな？それとも筆おろしかな？お姉さんが一から優しく教えてあげるよ。おいで。赤いヒンデンブルグ知らないかな？あ？この辺だって書いてあるんだ。赤いヒンデンブルグ。あんたその年でずいぶんマニアックなとこまで行ったもんだね。この奥だよ。薬ちょうだい。赤いヒンデンブルグはこの上かい？
お入り。よく来たね。そこにおかけよ。これこれ、この顔だ。綺麗な顔だね。テレビのニュースで見かけたよ。あんたがシューバルトと一緒にいるところをね。マルゴット・ランガーと名乗った後は、今度は赤いヒンデンブルグですか。この前までは青いソフィーさ。名前なんてどうでもいいのさ。そうだろ、ヨハン・リーベルト。とにかく今はね、彼氏が私をそう呼ぶのさ。このドアの向こうの彼氏がね。ねえ、あんた。だから変な気を起こさない方がいい。彼、このドアの向こうででかい銃構えてるんだ。あっちの方もでかいけどね。ガハハハ。恐れ入ったよ。あの大富豪をシューバルトに取り入るのに、なんとも周到な計画。いや、実際大したもんだよ。以前あんたはファーレンとかいう若造を連れてきたね。ところがまさかその後、本物のシューバルトの息子が現れるとは思わなかった。かわいそうなのはファーレンだ。用済みになった途端すぐ自殺させられちまった。いやはや2年がかりとはね。2年前実に都合よく死んでくれたもんさ。当のマルゴット・ランガーも。もっとも彼女が死んで私も随分と恩恵に預からせてもらったがね。別に彼女とそんなに親しくしてたわけじゃない。彼女は町の女じゃない。もう足洗ってたからね。2、3度酒を一緒に飲んだだけさ。長い年月話す相手もいなかったんだろ。酔わせて私がちょいと泣き真似しただけで話すわ話すわ。シューバルトとの色恋沙汰、里子に出した息子の話。ところがあの女殺されちまった。おかげでこっちはマルゴット・ランガーになり代わってシューバルトからごっそりいただいたわけさ。マルゴットが殺された事件、警察は通り魔の仕業ってことにしたがね。まさかこんな計画が進行してたなんて警察は思ってもみなかっただろうよ。あ、そうそう。それにあのリヒャルトとかいう探偵もかわいそうなことしたね。こんなことに首突っ込まなきゃ自殺なんかしないで済んだろうに。はてさて何人やったのやら。さてと、楽しい話はこれぐらいにして交渉ごとに入ろうか。もう逃げられやしないんだ。諦めるんだね。ねえあんた、言ってごらん、いくら出す。聞いてんのかい。一番の恐怖って何だと思う？え？一番暗いところにたどり着いたと思ってた。話そらしても無駄だよ。でもね、その先にもっと暗い闇が見えたんだ。はあ？ちょいとお待ち。このまま帰れると思ってんのかい？もうやめたんだ。もうシューバルトに興味はなくなった。ふざけるんじゃないよ。もう無駄だよ。僕はいない人間なんだから。なめるんじゃないよ。あんた、あんた出てきてくれ。Thank you.
ロベルト。風船一つくれるかな。これで薬を買うといい。ああ。ドクター、まだかよ。頭から血流してんだよ。何言ってんだい。うちの子が先だよ。骨折したぐらいでビビ泣かすな、うせえな。そんなとこで騒いでねえで、座って順番待ちな。いくら騒いだってここらでメイは一人だけなんだなあ。なんだいその長い棒みたいなのは。あ、いや、ちょっと。こちらのドクターはそんなにメイなんですか。当たり前よ。このドクターいなかったらここらのアジア人、特にベトナム人はみんな死んでる。そうなんですか。あんたベトナム人じゃないだろ。ええ。おい、順番待ちな。あんた顔色悪いが怪我人が先だ。いや、私は別に患者じゃないんで。よ、座って待ってなって。早く見てくれよ先生。うちの子が先だよ。ちょっと失礼。 なんだよ、順番守れ。こら、あのドクター、ちょっとお聞きしたいことがあって。何度言ったらわかるの。外で待ってなさい。今そんな余裕はないの。女性、しかも聞こえないの。出て行きなさい。一体このドクター、年齢は。縫合中なんだから邪魔しないで。このクランケに何かあったらあなたの責任よ。大腿部の刺し傷か、ナイフによるものだな。縫合はかなり綺麗だ。だがドレーン管を挿入した方がいい。横でごちゃごちゃ言わないで。出なければ早くちゃんとした病院に運んだ方がいい。ちゃんとしたですって。ここだってちゃんとした病院じゃない。見ればわかる、君は本当の医者じゃない。本当の病院に連れて行けるんならとっくに行ってるわ。ここの人たちはほとんどが不法滞在者か不法入国者よ。本当の病院なんかに行ったらすぐに施設送り、本国に強制送還される。ここの人たちがちゃんとした病院に行けないで何人死んでいったと思ってるの。何も知らないで偉そうなこと言わないで。ドレーン管を挿入して。汚れたナイフで刺された可能性が大きい。ドレーン挿入留置しないと傷の内部で化膿して脳溶形成を起こしてしまう。はい。 1,2 針分抜歯して。はい。ドレーン管を中に5センチくらい入れて。よし、うまくいった。はい。次の患者は誰。気がついたか。患者に聞いたよ。48時間眠らずぶっ続けで治療してたそうだな。他の患者の術後の状態も見せてもらった。モグリの医者にしてはなかなかの腕だ。君いくつだ。19。
17。驚いたな、その若さで。まるで本物の開業医並みの。たまたまね、ここで開業してた医者が道具を置いたまま蒸発してしまって。道具が揃っていればできるってもんじゃない。どこでこんな技術を覚えた？父が医者だったから。だった。父はベトナム人医師で、私を連れて東ドイツに留学。そのまま残って小さな診療所を開業してた。でも壁が崩壊して、それでも微力ながらアジアからやってきた人たちを助けようとしてたのに、その矢先にネオナチを名乗るチンピラに父は殺されたの。肌の色が違うだけで、ただ殺された。私は一人ぼっちになり施設に送られた。その後ドイツ人の家に引き取られた。でもあの人たちはただの奉仕精神だけで私を引き取ったんだ。かわいそうな黄色い肌の子としてね。だから私は逃げた。私、小さい頃からずっと父さんを手伝ってた。父さんの残してくれた医学書もたくさん読んだ。父さんがやろうとしたこと、私が継ぐことに決めたの。どいて、あとは私がやるわ。これでよしと。早く治してきりゃ無茶するなよ。はい。それじゃあ次の患者。あらかた終わったよ。うちに戻ってちゃんと勉強した方がいい。この国は勉強したい人間にチャンスを与える。あなたどうやら本物の医者のようね。素人は引っ込んでろって言いたいのね。そんなことを言ってるんじゃない。私はただ、私がいなくなったらここの人たちはどうなるの？ここの人たちを誰が見るの？いや、だから。お母ちゃん！どうしたの？あたいの紐が突然切れてさ、銃で。お母ちゃん！撃たれたのにここまで歩いてきたの？お母ちゃんが先生なら治してくれるって。そんな。助けて、お願い、お母ちゃんを助けてよ。わかった、大丈夫、私に任せて。お願いだよ先生。町の娼婦よ、こんな目に遭うのはいつもこういう人たちばかり。なんとかしてあげたいけど、こんなの無理よ。手術台にあげる、そっちを持て。無理よ、これこそちゃんとした病院に連れて行かなくちゃ。今から病院に運んでいたら手遅れになる。私だって限界は知ってる。これはお手上げだわ。最後まで諦めるな。息のある患者だったら最後の最後まで望みを捨てるな。望みを捨てるな。腹腔内の動脈が損傷していれば、直後から血圧低下が起こりショック状態に陥る。だがここまで歩いてこられたということは、徐々に血圧の下がるプレショック状態ということだ。この重曹から見ても脾臓の部分損傷の可能性が大きい。つまり輸血をしながら緊急回復手術をすれば望みはある。さあ始めよう。メスを持て。して眠ったようね。奇跡的に骨や小腸、大腸をはじめ消化器には損傷がなかった。損傷脾臓摘出のみで済んだのは幸運だった。見事なオペだった。あなたがいてくれたから。お母ちゃん。ドクターテンマ、ずっとここにいて。
私は君に聞きたいことができたんだ。この新聞記事、青いソフィー、またの名を赤いヒンデンブルグ、この娼婦の殺害現場に最初に駆けつけたのは君だって聞いたんだが。ええ。その現場がどんな様子だったか聞かせてくれないか。あの夜、町の人から電話を受けて駆けつけたの。頭部を銃で撃ち抜かれていたわ。即死だった。ああいう現場は何度も見たわ。でもあんなの初めて。あの部屋に入った時のあの感じ、あれは強盗でもない、恨みでもない、ただ殺しただけ。ヨハン。闇の中にいると闇に沈み込んでしまう。光を当てるんだ。いいかい、しっかり勉強するんだ。君なら必ずなれる。君なら必ずいい医者になれる。この世界で分かること、見つめて Yes、 あなたの瞳は優しさを信じて、to your land of purity.